どうもこんにちは、めめです。今日もバーサスサタカメの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。さあ、このツモは、開幕 TSD かな ?TSD ですね。開幕 TSD で、再び T スピンダブル。で、SP 済みですね。SP 済みでどんどん T スピンダブルで、火力を送ってるのに対し、サタカメはこれは黄色ハックかな黄色ハッカー。あ、ちょっと待って、それ待ってるのを見てこっちは積み込みましたね。はい、4連鎖打たれる。この4連鎖は1回受けてから、T スピンダブル、テトリスと。Z ミノの置きミスしたけど、このリカバリですね。今の T ミノ置いた後に、S スピン。S スピンでしっかりリカバリする。S スピンの、縦入れの、縦置きの回転入れていった方がいいかな。あ、ちょっと、見にくいですけど、ああいうのも、ああいうリカバリの仕方もあると。で、ダブル消しを送って、これを受けてから T スピンダブル。で、1ラインを送って、1ラン送って、それをしっかり8-1見て受けてから、8-1で4連鎖打ってきましたね。で、これを、こちらダブルだが、4連は受けれると判断して受けてから、T スピンダブル、T スピンダブル。からの、T スピンダブルテトリスの地形ですね。2連に対し TSD テトリスと一気にまとめ打ちして、2段強を振る。しっかりテトリス掘りでテトリスで掘って火力作って、赤の単発がでかいけど、1個振ったかな、今。まあ、1個振るか振らないかっていうのはだいぶでかいんで。2連で相殺してくる。T スピンダブルテトリス。で、1ライン消しして、紫悪化の3連鎖くらい。しかし、発火せずに、次の紫を待ったのかな。まあ、今のその紫発火したら、こちら S ミノで削って、後打ちの構えだったんで、それを見越して、紫発火を放棄してから、相手に打たせてから紫発火しようとしたけど、紫が来ないんで刺さった感じかな。まあ、ああいうところはまあ読み合いですね。ああいう読み合いの高度な読み合いが発生していると。で、それがうまく刺さって、噛み合って刺さって、いや、噛み合って刺さった感じかな。うん、で、ちょっとこれ、J ミノ、Z ミノ連続でミスって、相手にだいぶ時間与えてるんでやばいですね。しっかり8-1で打ってくる。3連鎖。これを受けてから、テトリス。ここで欄干ですね。欄干という技で、T スピンシングルから。シングルからの T スピンダブルテトリスの構えと。それを、3連鎖で返される。しかし、それを後打ちして返す。ここから平積みですね。平積みでテトリス、テトリス。さあ、T ミノの置きミスが若干痛いが、どうリカバリするかといったところで、できればまあ T スピンでリカバリにしたかったけど、ちょっと厳しかったんで。しかしこのドネイトはいいですね。今の大美濃のドネイトでしっかり、うまい感じに火力作って、T スピンダブルテトリス。さあ待って、青ハッカの2連鎖。さあ1段強振る。これ DT じゃなくて、キングクリムゾンですね。T スピントリプルからの T スピンダブル、T スピンダブルと。さあ4連鎖打たれて、受けてから T スピンダブル、T スピンダブル。からの連を繋げる方式ですね。S ミノ、T ミノ、Z ミノ、J ミノ、L ミノ、I ミノまで。さあ10連繋げて、赤玉4つ振る。さあこれはでかい。さあこれは返せるか。連結4連の連結5連で返す。うん、これはプヨ側にマージン来てるかな来てるのかな今のは。今のが帰るってことは、ちょっとプヨ側にはマージンが来ているような気がする。さあ、マージン入るとちょっと辛いぞ。ダブル消しから、トリプル消し、トリプル消し。Tスピンダブル。とりあえず相手に積もらせないように、細かく火力送ってますね。2ダブ、受けてからテトリス。
キースピンダブルから、できるだけ待ってマージンの時間を稼いでるのかな。受けて、あ、ちょっと画面暗くなってしまったが、2ラブ打ってきましたね。2ラブ打ってきて、テトリス、ティースピンシングル。さあ、できるだけ時間稼いで稼いで、マージンまでの時間を稼いでる感じかな。2連鎖。それは後打ちで返す。茨で返される。いやーもうこれだいぶマージン入ってるんで、相当ぷよ側の威力が高いですね。単発でもだいぶ威力が高くなってる。さあ、テトリスで返すものの、5個。5個振る。さあ、これ掘りに行って、T スピンダブルにした。3連打たれる。3連でもかなりの火力がありますね、やっぱり。2ライン消し、2ライン消し。T スピンシングル。さあ、T スピンダブルから、ダブル消し。テトリス掘りにして返すけど、5個振る。しかしでも相手の不要量が多いんでね、これ。さあ、打たれる。でかいぞ、これは。5連鎖。マージン入ってるんで、この5連鎖は非常にでかい。さあ、だいぶ競り上がって、2連で返される。2連でこの5ライン来ますからね。相当火力でかいな、やっぱり。3ライン消しで削って、T スピンシングル。ちょっと迷ってるけど、T ミノで屋根つけるかどうか迷ってるけど、強気につけましたね。さあ、ギリギリか？ギリギリ受けられる。T スピンダブルでなんとか打って、2ダブ。2ダブの追い打ちが、なんとか相殺できる。ダブル消しで火力を送ってるけど、これだいぶ自利品ですね。単発で2ライン来て、T スピンシングル、テトリスト打つが、もう、不要側のもう単発の威力が尋常じゃないことになってるんで、2連鎖でもやばい。単発で何ライン来た今の。1ライン、5ライン、6ライン、7ライン来たか。もうやばいっすね。ここまで来ると割と絶望的に近いぐらいに、不要側が有利になる。ああ、今のはきついな。2連鎖とかでも、すーげー火力になってるんで。どん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 後打ちされて、割とどうしようもないですね。さあ、これは DT パフェ取って、2連パフェがある、ジェイミノ、アイミノで2連パフェですね。さあ、そのパフェを見て、先に5連鎖打ってきた。まあ、これはパフェで、できるだけ軽減させてるけど、5連鎖の方がさすがにでかいんで。こっからといったところだが、T スピンシングル。さあ、2トリ。Z ミノの置きミス、ちょっと痛いな。さあ、だいぶ時間与えてる。危険だぞ、これ。ダブル消しからトリプル消し。先読みして、T スピンダブル。3連鎖。今のとかも、やっぱり、後打ちの火力というか、先に打った方がいいんですよね。このアップデート環境、入ってから。総裁の火力は変わってないですけど、やっぱり後打ちの火力が軽減されちゃってるんで。こういう対戦を見ると、やっぱり、まだこの時の俺は、タイプ4の、戦い方としては完全には洗練されてない感じはありますね。今の俺が見るとよくわかる、そういうのが、やっぱり。2ダブ打たれて、それを後打ちの T スピンダブルで返す。S ミノのミス、置きミスがちょっと痛いな。S ミノのミスがちょっと痛いが、2ダブを受けてから相手に送る。さあ、Z ミノミスった。さあ、このリカバリーだが、ちょっと迷ってますね。リカバリーに迷ってる。さあ、ダブル消し、ダブル消しで、ダブル消し。とりあえず火力を送りながら考えてますね。テトリスから T スピンダブル。さあ、5ダブ打たれて結構でかいぞ。5ダブでかい。T スピンダブル。テトリス。さあ、マージン来た。とうとうマージンが再び来てしまった。さあ、マージン来たとこに2ダブの連結3連。でかい、これは。なんとか耐えて、2ライン消し、テトリス。2トリ。どんどん同時消し対応していきますね。やっぱり。
まあ、同時消して非常に火力がアップデートに強化されているんで、やっぱりみんな対応していきますね。さあ、再び暗くなってしまったが、T スピンダブルから、テトリスかな。と思った色を積み込んで、相手6連鎖でかい。ギリギリ耐えれるか？テトリスからテトリス。これスイッチって動かしてないと暗くなるんですね。ちょっと知らなかったんで、それ申し訳ないですか。さあ2ダブ打たれて、なんとか後ろへ返す。単発ではまだ帰んないか。3ライン消しから、しかしこちらのシングル消しでも相手に火力が送られるようになってるんで、細かく火力送ってますね、こちら。シングル消し、テトリス、ここは掘りに行って、茨だったけどギリギリ帰んない。しかし、もうやばい。また火力がやばいことになってます。単発の火力がやばい。3連鎖を受けてから相手に送る。2段強振って、テトリスで送る。単発で返されるのをテトリスで3に返す。さあ、ここでティミの置き水が痛い。しかし、まあシングル消しで相手に火力を送れるんで、とりあえずシングルでも相手に送ると。ここで2ダムの3連鎖。帰らないですね、普通に。シングル消しから、シングル。トリプル消し。これ T スピントリプル。これはでかいぞ。しかし、しっかり2ダブで返してきますね。受けてから、テトリス、じゃない、T スピンダブルでテトリス。3連鎖。T スピンダブルでなんとか返そうとしてるけど、3連鎖の方がだいぶでかい。TSD。は、掘ってって、相手に火力を送る。5個振る。単発を、後打ちのテトリスで返す。しかしもう単発で十分な火力になってるんで。いやー、これは辛い。本当に辛い。ただ単に単発を、やばい、これでかいぞ。今の茨、なんだ今の音は。えげつない音しましたね。さあ、マーシンがやばいことになってて、尋常じゃない。これ、一回ミスったらどっちも終わりますね。単発の強さが尋常じゃないのに対し、こちらも一ライン消しで火力を送れるので、さあ、単発でもう、単発で十分ですね。掘りながら、なんとか火力を送ってるが、もう相手、発火点、とりあえず発火点を用意しておけばなんとかなるだろうと思っていて、さあ、単発で帰るのか。さすがに帰んなかった。一段強振って、しかし、でかいっすね。今、赤玉2個近く送られたんですが、単発で全然なんともないぐらいの火力になったんで、単発が実質5連鎖ぐらいの威力になってるんで。さあ、ここで、お市の4連鎖。刺さると判断して4連鎖打っていったかな。無理ですね。単発であれだけでかいのに、まあ、あそこまで積み上がった状態で4連鎖打たれて致命傷になった。4連鎖なのに7連鎖相当の火力が来てたような気がするな。いやー、もう絶望的かな、あそこまで行くと。本当に、あそこまで行くと、完全にテトリス側が詰んでるように感じますね。ワンチャン1ライン消しでずっと送って、ぷよ側に積もらせないのでワンチャン勝てるかなぐらいですかね。ただ相手ももう単発用意してればいいので、こうなると相当きついように感じますね。やっぱりそこまでマージン行かせたらダメな感じかな。さあ相手の同時消し受けてから、テトリス。今日カミカミだけど申し訳ないですね。T スピンダブル。青ハッカの3連鎖。じゃない、4連鎖、5連鎖か。黄色までの5連鎖。さあ、それはしっかり受けてから、T スピンダブル。テトリスを打って。さあ、テトリス掘りしたかったが、T ミノの置き水。これ痛いですね。T スピントリプルで、なんとか、リカバリーして、後打ちで、なんとか総裁にはできましたね。帰りはしなかったけど、総裁にはできた。穴バラも結構来ていて、だいぶ辛い。あそこの、やっぱりテトリス突っ込むところを、ティーミノで置きミスしたのが、
結構響いてますね、これ。3ライン消し、T スピンの屋根ミスる。さあ、これちょっと4列連地区に行きましたね。4列連で、さあ、また暗くなってしまった。これスイッチ動作してないと暗くなるの、どうにか直せないんですかね。今までちょっと PS4-1 でやってたんで、さあ、しっかり連、受けられると判断して、受けてからカウンターで打ってくる。さあ、これ耐えられるか ?7 連鎖。あー、ちょっと間に合わなかったですね。T スピン、テトリスからの T スピンシングルまで間に合えば、なんとか耐えられたと思うけど、ちょっと間に合わなかったな。これは、まあ、こちらの連の、威力を見切られて、しっかり受けてからカウンターだったんで、そこが強かったですね。ちゃんと量計算して受けてから全部カウンターで発火されたんで、それが強くて刺さる。いやー強かったな、これは。もうマージンまで完全に持ってかれちゃいましたね。やっぱり、こう見ると、その、攻撃をするタイミングの重要さがわかりますね。うん。まだこの時洗練されてない時だったんで、アップデート内容が来て、ほぼ近い状態だったんでね。あ、でもこんな感じで、今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。